ざこんなもん。もうよせスカル、体力を無駄に消耗す。いやけどよ、分かったよ。ナビは無事だろうか。逃げ切ってくれてると思うが。アカネちゃん、どうしてキングなんかに。わからない、どうして決まってるでしょ。悪い奴を改心させる。アカネちゃん、世を乱し殺しまでするテロリスト、怪盗だ。怪盗団の名を語る極悪人ども、あなた。待って茜、我が輩たちは。ああ、誰に何を吹き込まれたか知らないが、俺たちは無実だ。もうそんな言葉には騙されない。誰も信じられない。警察もあいつもあなたたちも。茜ちゃん、さあ選んで、誰から改心されたい。早く降りろ、見つかるぞ。無茶言うな。この先に茜が。隠れろ善吉、敵だ。はい、よし、慎重に行くからな。ああ頼むぜ相棒。善吉、隠れろ、敵が来てる。見つかったら即織田仏だからな。敵が来たら死ぬ気で隠れろ。分かってる、俺が死なねえようフォロー頼むぜ柵。いやナビ、今、何か。また敵だ、隠れて。ちょっと、おっかねえな、おい。敵がいる、回れ右。仕方ねえ、別のルートを探すか。そっちに敵が近づいてる、隠れろ。よっと、ここで大丈夫そうか。ちょっと待て、いいぞ善吉、怪盗ばりの隠れっぷりだ。ったく、なんだその褒め方は。全然嬉しかねえよ。いた、みんなだ、牢に捕まってる。よし待ってろ、今助けてやる。さあ選んで、誰から改心されたい。やめろ茜。うわ、おっさん、警察から出られたんだ。どうしてここに。みんな助けに来たぞ。ナビ来てくれたんだね。さすがだナビ、頼りになる。お前茜なんだよな。
もうよせ、アカネ。こいつらは何も悪くねえ。落ち着いて、俺の話を聞いてくれ。話？あんたと私は？笑わせないで！どれだけ本当のことを話しても、何もしなかったくせに、今さら父親面しないで！聞いてくれ、アカネ。確かに俺は、葵の命を奪った犯人を捕まえられなかった。そんな親父の言うことなんて聞く気にならねえのはわかる。だがこのままじゃお前自身も傷つくことになる。目を覚ませ。捕まえられなかった、捕まえなかったの間違いでしょ。お母さんを殺した犯人を、あの大和田を。大和田だと？黒幕の一人、国会議員の大和田か。私は見た。お母さんを引いたのは間違いなく大和田だった。あんたにも警察にもみんなに言った。なのに誰も大和田を逮捕しなかった。ねえ、どうして、どうして大和田は逮捕されないの？警察は正義の味方なんじゃないの？それは、善吉さん、話して。新島、茜ちゃんの心はお母さんの事件にずっと縛られてる。真実を知るまで茜ちゃんは自分の思い込みにすがるしかないの。それじゃあ茜ちゃんは前に進めない。あの事件が起きてすぐ俺は捜査から外された。身内は正常な判断ができないからとな。そしてほどなく秘書が自殺し、事故を起こしたのは自分だと書いた遺書が見つかった。大した裏付けもなく、トントン拍子に話は進み、ひき逃げ犯は大和田の秘書。それが組織の出した答えだった。茜の話で遺書が捏造だと知っていた俺は秘密裏に捜査を続けていた。だが見つけた証拠はことごとくもみ消され続けた。それで諦めたんでしょ。あんたの正義なんてその程度。葵と約束したんだ。お前だけは、茜だけは何があっても守ると。何？いきなり。俺はこれ以上家族を失いたくなかった。茜が俺に残された最後の生きる意味だった。だから命に代えても茜を守ると俺は葵に誓った。今さらそんな話。そしてある日、俺の元に脅迫状が届いた。捜査をやめろ、さもなくば茜を殺すとな。そんな。それでつくづく思い知った。この世には紛れもない悪がいる。現実は俺一人じゃどうしようもない。深い闇でできているとな。おっさん、今でも大和田は許せねえ。だが手も出せねえ。そうして腐っていた俺に手を差し伸べたのは今の公安の上司だった。俺はあの人を出世させるためだったらどんなことでもしようと思った。それが茜を守り、葵の無念を晴らす唯一の方法だと信じてな。そのためにはお前たちを利用してでも。善吉。茜ちゃん、どう？聞いたでしょ。つまりこいつは自分のために他人を利用した。自分の目的のためなら他人がどうなろうと知ったことじゃないんだ。そんな言い方。お前を守ろうとしたんだろうが。そう、私を守ろうとしたんだよね。そのために警察官としての誇りを捨てたんだよね。バカね。私たちのことならまだいいよ。家族だもん。お母
さんも許してくれる。でも亡くなった秘書の人とその家族に何て説明するの。濡れ衣を着せられた上に今も責められる家族の人たちはどうすればいいの。誰に助けてもらえばいいの。お前そんなことまで考えて。それじゃ同じだよ。お母さんを殺して平然としてるやつと俺が大和だと同じ。あんたも警察も何もしてくれない。悪いやつを野放しにしたまま。それじゃ誰も救われない。なら私が代わりにやるしかない。私がお母さんを引き殺したやつを改心させるしかないんだ。悪いやつは全部私が倒すしかないんだ。あかねちゃん、だからキングになったのか。俺が自分の家族を守るために他の誰かを見捨てたから。間違っていたの俺か。だからお前は俺のせいで。純吉、そうだ、確かに俺は人を犠牲にした。自分の家族を守るために他の奴らのことまで考えずに。だが他にどうすればよかったってんだ。俺は家族を守るのに必死だっただけだ。俺が悪いわけじゃない。俺は本当にそうか。誰だ。本当にお前は悪くないのか。誰が話してる。分かっていたはずだ。牙を収めればどうなるか。それでもお前は口をつぐんだ。大事なものを守ると言い訳して。お前も同じだ。身勝手で卑劣な薄汚い悪党。違う、俺はお前は正義を打って自分一人の幸福を買ったんだ。善吉、どうした善吉、しっかりしろ。そうか、そうだった。俺は守りを殺した奴を見逃し怪盗団を利用しようとした。薄汚ねえ悪党の一人、茜に説教する資格なんざ初めからなかった。自分を。そうだ、目を覚ませ善吉。茜のために自分の心を殺してまで家族を守ろうとしたんだろ。全部大好きな茜のためだったんだろ。私のお母さんもそうだった。誰かを守るために必死だっただけだ。悪いのは善吉じゃない。本当に悪いのは善吉の家族を傷つけた腐った連中だ。迷ってんなよおっさん。善吉は茜を守った、それは決して恥ずべきことではない。問題はここからどうするかだ。お前ら頑張れ善吉。立ってください善吉さん。あなたにはまだやるべきことがあるはずです。今度こそ悪党を倒すのよ、茜ちゃんのために。そうだ、悪党はまだ野放しのまま人を踏みにじって平然としてる奴ら。つくづく情けねえな。娘に教えられ、ガキどもに諭され、確かに俺は決して褒められた大人じゃねえ。正義の味方って柄でもねえ。だが真の悪党ってのが何なのかは分かる。真の悪党は己のために他人を踏みにじり平然としてる奴らのことだ。そんな奴らを野放しにしておけるほど
俺はできてもいねえ。獄中生活に終焉を告げよう。我は汝、汝は我。今こそ誠の正義を求めよ。ペルソナ、バルジャン、叩き、ペルソナ、叩き、引け、アカネ。腐った悪党どもがお前を善人を食い物にしてるんだ。てめえらの都合のため、欲望のため、弱い奴の血をすすってやがる。そんな悪党どもにこれ以上いいように利用されるな。俺と一緒に現実に帰るんだ。何を今さらまたそうやって私を否定するんだ。信じない、騙されない。私がこの力で悪い奴を改心させるんだ。それを邪魔したいなら来るといいよ。その時こそあんたも改心させてやる。待て、アカネ。消えた。映像か何かだったのか。くそ。お前ら無事か。私たちは大丈夫。それよりその姿は。俺にも何が何だか。とにかく今のうちにこの牢を何とかするぞ。電子錠みたいだな。ちょい待って、すぐ開けてやる。
サンキューナビ。絶対助けに来てくれるって信じてた。みんな無事でよかった。お、超頑張ったぞ。九死に一生を得た気分だな。ああ、またジェイルに閉じ込められるところだった。逮捕されたって聞いて心配してたのよ。おかげさんで釈放されたよ、新島先生のお力でな。お姉ちゃん、うまくやってくれたのね。でも驚いたぜ、まさかおっさんまで。驚いたのはこっちだ。一体何なんだこいつは。それはペルソナの力、お前の反逆の心が目覚めたんだ。反逆ね。まあよくわからんが、これで俺も戦えるんなら願ったりだ。つか、こうなったからにはおっさんにも。うん、コードネームが必要だよね。コードネーム。ああ、お前らその格好の時は別の名前で呼び合ってるんだったな。じゃあ俺のことはウルフと呼んでくれ。俺はもう犬じゃねえ。一匹でも悪に食らいつく狼になってやる。いいんじゃねえの。うん、言われてみればウルフっぽい。かっこいいぞウルフ。これで善吉さんも怪盗団の仲間入りね。そうなるのか。ああ、よろしく頼む。早速で悪いが、このまま茜を放ってはおけねえ。力を貸してもらえるか。おおい、どうしたおっさん。くそ。無理もない。ペルソナに目覚めた直後は極端に疲弊するからな。ここは一旦現実に戻るとしよう。いや待て、俺なら大丈夫だ。早く茜を。茜ちゃんを救うためにも私たちは失敗できない。万全を期すためにもここは一度戻りましょう。